楽をしたい苦しいことはしたくないそれは人間の本能ですでも抜け出す方法はあるはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはいということでえ早速ですけど皆さんこのようなことはありませんか 朝起きるって決めたけど起きられへん。ダイエット中やけどパクパク食べてしまう。英語をやるって英会話スクールに入会したけどめんどくさいのように自分がやるって決めたけど続かない。 はい、以前の僕はそうでしたどんなことでもやるって決めたけどそれもね3ヶ月も続かなかったんですボーカルスクールもそうやしスケボーもそうやしオムライス屋さんのバイトもそう何をやっても続かないそれがデフォルトでした、はい、でもねこれってね当たり前なんですよだってそういう風に出来上がってるんですここは脳みそは脳みそは変わらないかあのね変わらないように出来てる変わることを 避けるるよようにでできてるんですよだって変わった先に自分の命が危険にさらされる可能性もあるわけじゃないですか今のこの状態って生きているでも新しいことをやって変化をしたらそこで生きている保証はないだからこのままでいいんだよ変わらなくていいんだよっていうふうに脳みそそして自分の本能はね引っ張るんですよ自分が踏み出そうとしたら引っ張るようにできてるんですよ言い訳によってやっても無理よって 失敗するよってもう年なんだから向いてないよセンスないよってそのような言い訳が降ってきたことありませんかはい今日はそれをやりましょう最後まで続かないっていう人であったり楽をしたいっていう人がその 自分から抜け出すす方法です、えー、やるって決めたことを続けるための方法であったり楽,を楽よりも本当に楽しいことを選択するそういう方法であったりまあ簡単に言ったら楽をしたいといとう自分から抜け出すす方法ですこれを厳選して4つ紹介したいと思います。 はい、ということで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための行動習慣、そして考え方、生き方を全力で紹介しています、えー。よかったらチャンネル登録をポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも発信してますので、概要欄からご覧ください。はい、ということで、えー、今日はやると決めたことをやり続ける方法であったり、落語したいという自分から抜け出す方法4つです。じゃん。1、ゲーム化する。2、 前祝いする 3. ミッションを持つ 4. チームを作るはい。1. ゲーム化するこれはね、ゲーミフィケーションとも呼ばれてますねゲーミフィケーションというのはゲームではないものを、えー、ゲームではないものにゲームの要素を取り入れることです だってゲームってすごいでしょドハマりするじゃないですかもうストレスなく何時間やっても楽しいって、まあ、夢中にさせるじゃないですかあれってねやっぱりその脳を騙す要素がねふんだんに組み込まれてるんですよなのでそのゲームの要素を自分がやると決めた習慣であったり行動に取り入れることで楽にやり続けることができるようになります、はいまあ、例えば時間を決めるっていうのが分かりやすいですねじゃあ今から10分 時間るるから単語10個覚えるぞピッてストップウォッチを目の前にして取りかかるであったりとか自分がどれだけ成長したのかっていうその進捗度合いを見えるようにする可視化するということです。それ見えることであ 僕は今ここまで進んだんやなってその達成感とか前進している感覚がもっとやりたいとかもっと知りたいっていうやる気につながっていくんですそしてご褒美をあげる自分で自分を認めてあげるということですここまで進んだらおやつ,おやつ食べようここまで進んだらお気に入りのカフェ行こうここまで進んだら回らない寿司に行こうっていうふうに何ろ自分にご褒美を与えてあげるそうすることでもっとやりたいもっとやりたいってぐんぐん高まっていきます はい、これが1つ目ゲーム化するということです2つ目前祝いするこれ予祝の法則ということで、えー、2年前かな本も出たと思うんですけど、えっとね、お祝い事っていうのはなんかよくできた時とか目標を達成した時だけにするんじゃなくてその前にすることの方がめっちゃ効果的なんですよね、はい、目標を達成する前に目標を達成したことをイメージして前祝いする僕もね本を書きたいと思っていた でも本,本を書きたい、書くためにはね、やっぱ10万文字書くってすっごい大変じゃないですか、すっごい苦労したんですよ、実際。だから、なんやろ、その本を書く前の段階でもう本を書いたっていう状態でもうお寿司屋さん行きましたよ。お寿司屋さん行ったで、ベストセラー作家になったよ、乾杯 <laughs> って自分で乾杯して、ベストセラー作家になった えー、っともういろんな本屋さんに出版記念トーク会やってサインをたくさん書いてライブ配信したらもう100人200人が見てる状態その状態をイメージしてもうその状態に,もにもなったかのようにもう過ごすんですよそうすると脳がその状態がデフォルトになるんですよデフォルトにもうのの目標を達成した状態夢を叶えた状態が通常になるんです 通常なのでそうでではなない現在地点の自分が嫌なんですよ。そうじゃない現在地点の自分をこう変えたくなるんですよね。そっちじゃないよってこっちだよってこの夢,夢がね僕の現在地点の僕を引っ張ってくれる感覚だから新しいことをどんどんやっていいんだよって許可を与えてくれるんですよね。今のままじゃダメだよって言ってくれるんですよ。 今のままでいい行じゃなくて今のままじゃだめだよって脳みそ本能がね訴えかけてくれるんですよねだから楽にストレスなく一歩踏み出せるんです。 はい、3つ目ミッションを持つミッションこれめっちゃ大事だと思う,思うんですよミッションがあれば人生が変わる仕事が変わるそして子育てが変わるもう全てが変わると思ってるんですよねでミッションって何なのかそれはどうしてもやりたい自分の中の課題です解決したい社会課題であったり自分のなおなんやろ自分の幸せを阻むブロックであったり、まあ、そういうことですよ、まあえー、解決どうしても解決したい課題です、はい、だから今やってることの先に一体何があるのかっていうことをイメージすること そうなんですよ闇雲にドリブル1000回練習生とかうさぎ跳び1000回やれとかねこの単語を100個書けとかそうじゃなくてその100個書いた先に何があるのかこの英単語を覚えた先に、えー、アメリカの大学院でアメリカのできた友達と一緒にそのカフェでねランチ食べてその後に一緒に3 4 3のバスケをやってバスケの試合を見に行ってみたいなで夜はバーでダンスをやって乾杯してるっていうそのその姿をイメージするんですよね。今この 苦しいことをやったその先に一体何があるのかはいそれをイメージすること想像することですそうすることで今やらなければならないことがやりたいことに変わるんですよ苦しいこと辛いことが楽しいこと面白いことに変わるんですよだからミッションを持つ今やってることのその先に目的を持つそこの目的をイメージするということはいこれが大事ですマジカルクエスチョンはそれをやったら どんないいことがあるそれをやり続けたらどんないいことがありますかそのように通ってみてください。ね、ではそうすることで今やってるその先がイメージできるようになります。はい、4つ目。あちょっと耳痛い。耳痛い。ちょっとちょっとちょっとね耳落としてお茶飲みましょう。耳キーンってしました、今。ちょっと耳痛い。ちょっと耳痛いな。 ちょっと耳痛い。何やろうキーンってしました。はい。ちょっと、イヤホンこっち外しながらやりますね。えー、最後、あ、四つ目。四つ目は、あれですね。チームを作るということです。はい。えーっとねー、何やろうね。まあ、あのー、人の集まりにはね、二つの種類があるんですよ。一つがグループ。もう一つがチームなんですよ。ね。グループとチームの違いは、 そこに目標があるかかどうかなんですよねその目標を達成するために全員が本気であるかどうかなんですよ。グループは特に大きな目標はなくてみんなで一緒にいることそれが楽しいこれが グループですいわゆる仲良しグループですねサークルとも呼びますでチームっていうのは目標を達成するために言いたくないことも言うしやりたくないことも言うしみんな本気なんですよ一つのゴールに向かって全員が頑張って向かってる状態それがチームなんですそのチームの環境に自分が身を置けば自分もやらないといけないっていう風うな、えーね、気持ちになったりとかね絶対やるぞーっていう心に火がついたりするんですよやっぱり、ね、環境が 人を変えるんですよ、ね、そのやりたいやり続けたいって思うんやったらそのやり続けてる人の環境に行くんですよね。はい、ちょっと耳みた,たいなんやろうなまあいいや、はい、だからまあ要は環境が人を育てるってことだからだからそういう風に、えー、目標を持って頑張ってる集団に身を置くということ、はい、だから付き合う人を変えるということです。 これめものすごくね、あのー、効果ありますよ。効果あるけど難しいことやけど、付き合う人を変えたら自分も変わります。はい、間違いないです。だから具体的に言うと、その夢を持って具体的に行動してる人、一生懸命努力してる人、そういう人と付き合うということ。 でもちろんそのグループがダメとかサークルがダメって言ってるわけじゃないですよそういう場があってもいいんですそういう場があってもいいんだけどそういう場だけやったら頑張れなかったりするんで、えー、どうしても、えー、途中でやめてしまうとか最後まで続かないっていう人はあの付き合う人を変えてみるっていうのも一つおすすめですはいということで今日は、えー、最後までやり続けるための4つの方法を紹介しました1つ目ゲーム化する ねえー、ゲームではないものにゲームの要素を取り入れていくということです2、えー、つ目前祝いするもう先に乾杯しちゃいましょう3つ目ミッションを持つ今やったことの先に一体何があるのかそれを想像して今を全力で過ごすということそして4つ目チームを作る環境を変える人を変えることでやる気に火がついていきますはいということで、えー、今日はこれでおしまいなんですけども少しでもためになったな勉強になったなおかち頑張れとかおかち耳 大丈夫とか、なんかちょっとね、そういうふうになんか思われた方がいたら、ね、い,い,いいねボタンとか、高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。ほんまに痛い何だなんなんやろなキーンってする。はい。高評価ボタンお願いします。えー、このチャンネルではね、えー、今回のように、あなたが本音で生きるため、そして自分らしく生きるためのライフスキルを紹介しています、えー。興味がある方は、最新動画を見逃さないように、チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。 The End それではワンダフルな一日をお過ごしください See you